パドレスのマイク・シルト監督、55が6日、日本時間7日、ダルビッシュ有投手、37が制限リスト入りすると明かした。写真、ダルビッシュ聖子さん夫妻、社内で仲良しピースショット、パパが生まれて初めて免許取った時、指揮官は、彼はしばらくの間、制限リストに入る。彼の家族に関わる個人的な問題に対処している。 身体的な問題ではない。我々は彼のプライバシーを尊重すると理由は明かさなかった。復帰時期は未定だという。制限リストは選手が私的な事情などで試合出場できなくなった際に40人枠を開け、各チームが制限リストへの登録を大リーグ機構に申請する制度。ダルビッシュは5月29日の登板を最後に左脚付け根を痛めて負傷者リスト IL 入り。 19日に参加マイナーの 1A での試合に登板したが、メジャー復帰を予定していた25日のナショナルズ戦の登板を右肘の炎症のため回避していた。シルト監督は、彼は肉体的に良い状態にあることをみんなに知ってもらい、彼はまだ自分の技術に取り組んでいる。でも、今は一歩離れて、個人的な問題に対処するつもりだ。我々は彼を愛し、サポートするつもりだ。 彼はパドレスファミリーの一員だ。しかし、今はチームから離れる、と説明した。